サウジアラビア王国、通称サウジアラビアは、中東、西アジアに位置する絶対君主制国家。首都はリアド。世界2位の原油埋蔵量を持つ国であり、世界最大級の石油輸出国でもある。イスラム教最大の聖地メッカと、第二のマディーナを要する。世界銀行の定義では高所得国に分類され、アラブ諸国で唯一 G20 に加盟しているが、 産業の多様性には乏しく、天然資源開発が主要産業となっている。サウジアラビアにおける死刑、また、心境の自由、女性の人権が抑制されている状況など、欧州と異なる文化、法体制に対して、国際社会から批判もある。アラビア文字による正式名称は、であり、サウード家によるアラビアの王国を意味する。通称、公式の英語表記は、 キングダム・オブ・サウディアラビア。通称サウディアラビア。国民、形容詞はサウディ。ローマ字入力でサウジアラビアになるから、日本語での表記はサウジアラビア、サウジアラビア王国となる。稀にサウディアラビアとも表記される。サウジと略して呼ばれることも多い。漢字表記はスナチアラビア、スナチアラホや、リヒテンシュタインと同様に国際連合加盟国でも、 非常に珍しい、統治王家の名前を国名にしている国家である。現在のサウジアラビアの建国者、アブドゥルアジーズ国王。1945年、ヤルタ会談の岐路にあったフランクリン・ルーズベルト、米大統領と戦場会談を行った。1744年、サウード王家は中央アラビアのナジュド地方に没行した。この年、 リアドの近くにあるディルイヤーの支配者、ムハンマドイブンサウードは、宗教指導者、ムハンマドイブンアブズルワハーブと名約を結び、新たな国家体制を作った。これが、今日のサウジアラビア王朝の統治の基礎となっている。続く150年間、サウード家は、アラビア半島の支配をめぐって、エジプトやオスマン帝国やラシード家のジャバルシャンマル、王国と争い攻防を繰り返した。 第三次、サウード王国にあたる、現在のサウード国家は、1902年にわずか22歳の、アブドゥルアズーズイブンサウード国王が、サウード王家先祖連来の本拠地リアドを、ラシード家から脱回し、ナジュドで建国したものである。アブドゥルアジーズは、1913年から、ハサー、1921年のハーイル征服までに、カティーフ、ナジュドの残りを制圧した。 一方、1915年に、メッカの大主であったハーシム家の夫妻にブガアリーが、イギリス軍のトーマス・エドワード・ロレンスの協力を得て、赤羽を占領し、その後ダマスカスに進軍して、ヒジャーズ王国を建国した。アブドゥル・アジーズは、1926年までに、このヒジャーズ王国を制圧し、1926年1月8日、アブドゥル・アジーズは、ヒジャーズの王となった。 続く1927年1月29日には、ナジュド王の称号を得た。1927年5月20日には、ジッタ条約によってイギリスは、アブドゥルアジーズの領域の独立を認めて、ヒジャーズ・ナジュド王国が成立した。さらに1932年に主要地域のハサー、カティーフ、ナジュド、ヒジャーズを統一して、サウジアラビア王国が成立した。 その後1934年にはサウジエメン戦争が起こりイドリシアサースイール主張国を併合した。しかしアブドゥルアジーズの政治的成功も経済には及ばなかった。1933年にサウジアラム湖が設立され、1938年3月にダーランで弾丸油田が発見されるまで国は貧しい状態だった。油田開発は 第二次世界大戦のために中断したものの、1946年には開発が本格的に始まり、1949年に採油活動が全面創業した。石油はサウジアラビアに経済的繁栄をもたらしただけでなく、国際社会における大きな影響力も与えた。アブドゥルアジーズは拡大した一族ネットワークに依拠する他の地域の 絶対的支配者たちと対する難しさに配慮して、王位継承の規定を図った。1953年に、アブドゥルアジーズが崩御し、次男サウードが、父の死を受けて、第二大国王に即位したものの、1960年代に、サウード国王の経済的失勢によって王国は、危機に陥り、また、エジプトのナーセル大統領からの地域的な難問への、対応にも失敗してしまった。 その結果、1964年に、サウード国王は退位させられ、代わって、イボテーヌハイサルが、第三大国王として即位した。1973年、第四次中東戦争に際してサウジアラビアは、いわゆる石油戦略を用い、石油危機を引き起こした。この後、サウジアラビアをはじめとする、石油輸出国機構が、大きな国際的影響力を発揮するようになる。 1974年、リチャード・ニクソン米大統領とヘンリー・キッシンジャー、国務長官がサウジアラビアを訪問して、ファイサル国王らとの会談で、ドル建て決済で原油を安定的に供給することと引き換えに安全保障を提供する協定を結んで、オイルダラーが確立された。1975年、家族間構想が一員で、ファイサル国王が、 オいのファイサルビン・ムサイド王子により暗殺された。その後、やはりイボテイのハーリドが王位を継ぎ第四大国王となった。1979年、イラン革命に影響を受けたイスラム過激主義者によるアルハラム・モスク選挙事件が発生。武力で鎮圧したものの、以後、イスラム過激派に配慮した政策を行うことになった。1982年、 ハーディド国王が崩御して、イボテイヌ・ファハドが第五代国王に即位する。1990年、イラクが隣国クウェートを侵略して湾岸危機が起こると、国土防衛のために米軍の駐留を許可した。敬験なイスラム教徒たちは、聖地メッカのあるサウジアラビアに異教徒の軍隊が駐留することに反発し、後に同国人のウサーマ・ビンラーディンが、 反米テロを組織する原因ともなった。2005年、ファハド国王が崩御し、彼のイボ帝のアブドゥッターが、第六代国王に即位した。アブドゥッター国王治世下では、スルターン、ナイフ、サルマーンのスデリーセブンが三代続けて、皇太子を務めた。2015年1月、アブドゥッター国王が崩御し、イボ帝のサルマーンが第七代国王に即位。 イボテイのムクリンが皇太子となった。同年4月、ムクリンは皇太子を解任され、ナイフ元皇太子の息子のムハンマド・ビン・ナイフが皇太子となり、第三世代王族への大い継承に初めて道筋をつけた。サルマアン国王、ムハンマド皇太子生体は、サウード家による絶対君主制であり、ワッハーブ主義に基づく厳格なイスラム教義を、 国の根幹としており政教一致体制である。国王はワッハーブハイマームを兼ね、養殖は王族が独占している。王族の数が世界最大というギネス世界記録を持つ。サルマーン原国王は第二世代であるが現在は第六世代まで誕生している。原国以来、長年にわたって不文憲法を貫いていたが、 ヒジュラ歴1412年シャーバーン27日に交付された統治基本法が憲法の役割を果たすようになった。また、同時に諮問評議会法や地方行政法も発布され、近代法治国家としての定裁が整えられた。政府は統治基本法が憲法であるとしているが、一方で、その第一条に憲法はクルアーンを呼び、スンナとすると明記されており、 実態はクルアーンこそが憲法である。同じイスラム教でもシーア派は敵視されている。従来は内閣も議会も存在せず、直令が法律交付と同義となり、行政も直令のほかクルアーンやシャリアに則っ,って施行されてきたが、統治基本法交付によって選挙が行われ、内閣に相当する閣僚を評議会や国会に相当する諮問評議会、 そして、地方議会も設置された。ただし、首相閣の閣僚評議会議長は、国王の兼任である。地方議会は、選挙がある。国内は13の州に分割されている。直人の知事が就任するが、サウード家出身者以外は認められない。税制税金のない国と言われることもあるが、実際には、統治基本法に、 ザカート税が明記されており、ザカート税法の規定が存在する。徴税管轄は、所得税及び、ザカート税省が担う。俗人主義であるシャリアを基準とするため、サウジアラビア人と外国人では適用される税法が異なる。税率的にはほとんど変わらないが、サウジアラビア人には、ザカート税を、外国人には、所得税や人口税を課す。 税金がないと言われる一因には、ワッハーブ派の法理では、ザカートとワクフ以外の財産徴収はシャリーヤに反する搾取であると考えられているため、欧米でいうところの税金は搾取であり憲法違反であるとされているからである。これは、オイルマネーで潤っているからというわけでもなく、油田発見以前の貧しい国だった時代にも、初代国王が欧米式の税制を導入しようとしたときに、 イスラムに反するとして、猛反対されて実施されなかった過去がある。ザカーとク府は、欧米の税金とは違うものである、とする主張を採用すれば、税金のない国となる。最近サウジアラビアで、消費税や水道税など導入され、王族への特権も廃止された。長らく、オイルマネーにより潤沢な国家財政が確保されて、きたが、2010年代後半以降、 原油価格が下落する局面では、公共事業の見直しなど、緊縮財政を余儀なくされ始め、2018年1月1日に5%の付加価値税の導入も行われた。加えて2020年前半には、原油価格の暴落と2019、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う、世界的な景気減退が発生。サウジアラビアは、同年6月より、 国際協調のもと、原油生産量を削減して、原油価格の上昇を図ることとなったが、生産源により生じる財政の穴を埋めるため、同年7月より、付加価値税の税率を5%から15%へ引き上げることとなった。サウジアラビアでは、宗教が法律となり、コーランに基づくイスラム法により統治が行われている。しかし、実際は、 部族的慣習がそのまま社会的慣習となっているケースが多く、これが数々の矛盾をはらんでいるため、他のイスラム圏では見られない独特の環境を生み出している。近年では、この複雑な法体系の近代化が進められ、大幅に制度改革が実施されている。司法は原則としてはハーブ派に基づいて執行されることになっているが、東部州のシーア派住民は、 例外的に法務省の会期間である、シーア派裁判所のシーア派裁判官による裁判権が認められている。このため一国に2種類の刑法と民法が存在するという複雑な事情があり、どちらの裁判所によって判決が出されるかによって適用される法律が異なる場合もある。ただしシーア派に認められているのは24条にある、刑法と婚姻、遺産相続。 ワクフのみであり、ワッハーブ派住民とシーア派住民の間で訴訟になった場合には、ワッハーブ派の方が優先される差別的な状況になっている。通常の警察組織とは別に、完全懲悪委員会が厳しい取り締まりを行っており、違反者は外国人であっても問答無用で逮捕される。ムハンマド・ビンセルマーン皇太子により、宗教警察の逮捕権は剥奪された。 原則的に女性と男性は完全に区別されている。公共の場所でのアバやヒジャーブ、ニカーブの着用は一般にサウジアラビアの習慣について語る際にしばし用いられる特徴的なことであろう。女性による自動車の運転も世界で唯一禁止されてきたが2017年9月26日に去る。 マーアン国王が運転を許可する直例を出し、2018年6月24日、解禁された。結婚、就職、旅行などすべての行為について、女性は父、またはその男兄弟、夫などの男性保護者の許可が必要である。このシステムは20世紀初頭までのアジアでのいわゆる32にいる。しかしながらこの制度を守っているものは、 実際には少なくムハンマド・ビンサルマーン皇太子の改革で徐々に制限が解かれている。2019年8月には男性貢献人制度は実質廃止された。裁判はアラビア語のみで行われ、仮に被告がアラビア語を理解できなくても通訳なしで一方的に進められる。また、証人はイスラム教徒の男性がアラビア語で、 証言しなければ証拠能力を認めない。このため、アラビア語を理解できない外国人労働者には極めて不利な裁判になる。酒やポルノ類の持ち込めなどに対しては、重刑が課せられる。イスラム思想にのっとり法整備をしており、麻薬、強姦、殺人、同性愛においては死刑となる。また、窃盗においては、手首切断や飲酒においては無知打ち刑などの身体刑を、 行っている。裁判についても、被告人が外国人である場合、理解できない、アラビア語で公判が進められたりするため、公平でない上判決を容認しない場合は、弁護士などは資格を剥奪される。これらの法令は、西欧各国のメディアにより非難されている。2005年5月には、スリランカから出稼ぎに来ていたリザナナシカというメイドの与えたミルクが、乳児の帰還に詰まり、 救命措置を取ったにもかかわらず死亡してしまった。これが後半では、事故死ではなく殺人であると判定され、死刑が宣告された。スリランカ政府は寛大な処分を求めたにもかかわらず、2013年1月、残死刑が執行された。ムハンマドの慣例に従い、9歳女子との結婚を認めるというイスラーム法が存在するため、10歳前後での 相婚も公に認められている。一例として、親の借金の方に結婚させられる8歳の幼女までも存在し、上記のイスラーム法に定められた年齢になるまで、性行為を行わないことを条件に、結婚の継続が承認されている。これに関しては批判も少なくないが、サウジの大ムフティであるアブドルアジズアルアッシャが、イスラーム法上10歳の少女でも、結婚。 性行為の対象とすることができ、批判者は少女への不正義を行っていると逆に批判した。名誉殺人も存在しているとされ、認められれば罪に問われないことが多い。一例として、家族を他の宗教に回収させようとした、外国人とその家族を射殺した男は、名誉殺人と認定され無罪判決が下った。しかしながら、 サウジの諮問評議会はこれらの問題に対し対策を促しており、幼女との結婚や名誉殺人は一般大衆にも認められていないという点には注意すべきである。また、同性愛の罪で死刑に処せられたものは確認されて、おらず残守も、テロリストなどの重罪犯にしか適用されず窃盗も、ほぼ全員が5年以下の懲役で済んでいる。最近は、ハッド刑はなくなってきているともされる。 ちなみに残衆より軽いとされるのが重殺。その下が一般的な公衆刑である。2019年末には男女分離政策の撤廃を宣言した。しかしながら、最近は男女分離撤廃を大衆が自然に遂行している。マ、ま、タディーヤと呼ばれる制度があり、被害者の法廷相続人が加害者を許した場合は罪に問われない。 これは金銭によって時短になった場合にも適用される。2020年1月1日には1日5回の礼拝の時間も仕事や店の営業を許可した。司法改革の歴史保守的なサウジアラビアの司法制度であるが、近年になってからは様々な司法制度改革が行われている。まず、建国以来、長年にわたって憲法がなかったが、 1993年3月1日に交付された統治基本法が実質的な憲法となった。そして長らくシャリーヤでは特許や著作権などの欧米では一般的な権利について認めていなかったが、1989年に特許と著作権に関する法律が施行され、1990年には特許を認定する特許局が設置された。 サウジアラビア人の特許が初めて認められたのは1996年のことである。特許は15年間有効とされ、さらに5年間の延長が可能である。ただし、サウジアラビアで公式の暦はヒジュラ歴であり、1年がグレゴリオ歴に比べて11日ほど短いため、期限切れがグレゴリオ歴のそれよりも若干早く来るという特徴がある。 2007年10月の直例に始まり、さらに2009年2月14日の直例で大規模な司法制度改革が行われた。今までの最高司法委員会に代わり最高裁判所、控訴裁判所、普通裁判所が設置され、日本や欧米のような三審制の裁判が行えるようになった。続く2009年2月14日の直例では大規模な人事異動が実施され、 初めての女性副大臣が誕生するなど、リベラル派人材への大幅入れ替えが実施されている。国際人権規約に批准しておらず、厳格にシャリアを執行する姿勢に対して、欧米諸国から批判が多々ある。しかし、批判国に対する石油輸出停止などの経済制裁をたびたび実行しているため、これらの報復を恐れて、国交断絶や経済制裁などを発動する。 先進国は皆無となっている。また、中東有数の新米国家であることから、アメリカ合衆国は、アメリカ中央軍の部隊を駐留させて、中東の反米諸国を牽制している。基本統地方は、第26条で、王国はイスラム法に則り、人間の権利を保護するものとすると、明文規定するが、ここに定める、人間の権利とはイスラム法における権利であって、西洋的な、 人権とは異なる概念である。また、雇用主による外国人就労者に対するパスポートの取り上げも横行しており、国際労働機関から再三にわたり改善勧告を受けている。近年、スポンサー制度を一括管理する民間機関の設置が議論されているが、本格的な実施には至っていない。2014年2月には、社会の安全や、 国家の安定を損なうすべての犯罪行為、国家の名声や立場に背く行為をテロリズムと判じ、処罰対象にする対テロ法を施行した。これにより、捜査当局は、容疑者の尾行や盗聴、家宅捜索が可能になる。ヒューマンライツウォッチは、当局がすぐに平和的な反体制活動家に対して、新法を利用するだろうと警鐘を鳴らした。年月、 サウジアラビア最高裁は世界の人権基準に合わせるとしてムチ打ち系の廃止を宣言した。アブドゥッター王大使とブッシュ米大統領を最初に国交を結んだ国はソビエト連邦であったがサウジアラビア王国自体は反共主義と絶対王政と真剣政治であったため独立後冷戦時はアメリカ合衆国や旧創始国イギリスなどの西側諸国と 緊密な関係を築き、今日も中東最大の新米国家で、アメリカの同盟国とされる。そのため、サウジアラビアの内政を、西側諸国は、表立っては非難しない最大の要因となっており、外交では常に、サウジアラビアの姿勢、立場を擁護しており、同様に、イスラム法をめぐる、人権問題が取り上げられている、反米国家イランに対する対応とは、正反対となっている。 一方で、湾岸協力会議やイスラム協力機構の名手として、湾岸アラブ諸国とイスラム圏に影響力を持つことから、ユダヤ人国家であるイスラエルを承認していない。しかし、両国ともにイランと対立して、アメリカやイギリスとの関係が深い共通点があることから強調することもある。また歴史的な関係が深く、共に王室が存在するスペインとは、 王室同士の交流が頻繁にあるなど、元来友好関係が深い。なお、日本とは1970年代に、田中角栄の特使で訪問した三木武雄が、親アラブ外交を約束した、際の対日石油供給制限解除以来、日本最大の原油輸入先なこともあって、経済的に密接な関係にある。一方で、サウジアラビア王国とは、文化の大きな違いがあるため、 国内庁は日本の皇室のサウジアラビアへの接近には極めて慎重であるが経済的理由からサウジアラビア王国とのつながりを深めたい内閣等の強い要望で特人が皇太子時代に複数回訪問したことがありアブドラ国王崩御の際にも訪問しているシーア派のイランとは同じ君主制で比較的友好関係にあったパフラビー庁を打倒した イスラム革命後に激しい敵対関係となり、イラン・イラク戦争ではスンニ派のイラクのサッダーム、クセイン政権をサウジアラビアは湾岸アラブ諸国を主導して支援し、湾岸戦争が起きる九百九十一年まで外交関係もなかった。二0十六年一月二日にはサウジアラビア王国がシーア派の有力指導者を処刑したことをきっかけにイランの首都テヘランにある サウジアラビア大使館が襲撃され、その際イランとの国交を断絶した。なお、これに、バーレーン、スーダンも続いて、イランとの断交を表明した。また、イランの同盟国でシーア派に近いアラウィー派である、シリアのアサド政権とも強く敵対してきた。さらに、シリアに軍事基地を置くロシアとの関係も、冷戦時代のソ連のアフガニスタン侵攻や、チェチェン紛争、 シリア内戦で、ムジャヒディンの、反政府組織を支援したこともあって親密ではない。ウガンダのイデアミン、パキスタンのナワーズ、シャリーフ、チュニジアのザイン・アル・アービディーン、ベン・アリーなどの亡命を受け入れた。基本統治法33条によれば、サウジアラビア軍が守るべきものの優先順位は1、イスラム教義2、2、2世モスク、3番目が、社会と祖国であり、 国民の防衛は含まれていない。少なくとも建前の上では国民及びその権利を守ることを第一とした民主国家の軍とは基本理念が異なる。アメリカ軍と親密な関係を持ちアメリカ中央軍の部隊中流を認めキング・ハリド軍事都市など国内にいくつもの米軍基地を置かせている。平坦に必要な軍事施設同士の道路。 交通網などもアメリカによって整備されている。中国の主導する上海協力機構にも参加を申請している。装備は西側諸国のものだけでなく、例えば中国からは弾道ミサイルの DF-3 と無人攻撃機の抑留や彩り24、自走砲の PLZ-45 を導入している。また軍部と軍事産業との汚職もあり、特に 中米大使を長く務めたバンダルビン・スルターン王子は1982年の F15 の輸入に際してアメリカ議会で強力なロビー活動を展開し、またベイシステムズとの400億ポンドに上る取引でも王子側20億ポンドの賄賂が渡ったことが明らかになっている。2011年の軍事支出は485億 US ドルと若干の増加傾向にある。 使用する兵器の大半は輸入に頼っているが、国産のファハド装甲車や無人機を生産するなど、工業基盤の成熟に伴い兵器の国産化を始めている。湾岸戦争とイラク戦争では、広報基地としての役目を担っていた。志願制であり、職業軍人により構成されている。 アラビア半島の衛星画像サウジアラビアの地勢図サウジアラビアの地図アラビア半島の大部分を締め、航海、ペルシア湾に面する。中東地域においては面積が最大級である。北はクウェート、イラク、ヨルダン、南はイエメン、オマーン、アラブ首長国連邦、カタールと国境を接する。かつてはイエメン、オマーン、 アラブ首長国連邦との国境線は大部分が未確定であったが2000年までにすべて確定した。アラブ首長国連邦との国境は1974年の条約によって一時確定し、これによりサウジアラビアはアルアイン周辺の数カ村をアラブ首長国連邦へ譲り渡す代わりにカタールとアブダビとの間のペルシア湾に面した地域の活譲を受けて、 アラブ首長国連邦とカタールとは国境を接しなくなった。しかし2006年にアラブ首長国連邦政府は再び活上した地域の領有権を主張し、紛争が再燃した。国土の大部分は砂漠で、北部にネフド砂漠、南部にルブアルハリ砂漠があり、その間をアッダハナと呼ばれる長さ1 5 0 0トルに及ぶ砂丘地帯が結ぶ。 鉄分を含むため赤色を呈し衛星画像で球状に曲がった地形が識別できる砂漠と航海の間には中央山地があり標高2500メートル前後に達するその間のマッカ州バーハ州アスイール州にかけては標高2000メートルを超える高原地帯が広がっている南部には国内最高地点であるサウダ山がそびえる気候は 砂漠気候で夏は平均摂氏45度、春と秋は摂氏29度で、冬は稀に冷下になり、標高2000メートルの高原地帯では、過去に、積雪も観測されている。ジッタやダンマーム等の沿岸部は高温多湿、リヤド等の内陸部は高温乾燥となり内陸部は、昼夜の気温差が大きい。標高1500から2200メートルに位置する台風ハミースムシャイト、 アブハー、バーハ島が一致する高原地帯は避暑地となり快適な気候となる。インド洋モンスーンの影響を受けるバーハ州、アスイール州は降水量が多く、年間降水量が200ミリメートル500ミリメートルに達する。国内には13の州があるが、知事はすべて王族が直任されている。サウジアラビアの都市の一西部には、 イスラム教の二大聖地であるメッカとマディーナがあり、世界各地から巡礼者が訪れる。2007年からは、ヒムスリムに対しても、団体ツアーのみ観光ビザが発行されるようになった。個人には発行されていなかったが、2019年9月28日より、個人旅行者に対しても観光ビザが発行されるようになった。2019年9月28日以前について、 個人入国を認める詐称は巡礼化、政府や各種団体、現地企業の招聘による仕事、サウジアラビア在留者の家族の場合のみ、発行されていた。女性は、既婚者が原則で夫、または男性の近親者同伴、単独の場合は30歳以上であることが条件。国営航空会社のサウジアラビア航空が世界各国を結んでいるほか、 外国航空会社がリヤドやジッタなどの主要都市に乗り入れている。世界で唯一女性が自動車を運転することが禁止されていた国であるが、2017年9月に解禁される方針が発表された。ただし、女性が財産として自動車を所有することは禁止されていない。このため、女性が自動車を利用する場合は運転手を雇うか。 親族男性に運転してもらわなければならなかった。政府の統計によると、サウジアラビアの家庭が雇う男性運転手の数は約140万人で、多くは海外からの出稼ぎ労働者であった。そして、2018年6月24日女性の運転が解禁された。鉄道ではかつてはヒジャーズ鉄道が運行されていたが、現在は廃止になっている。 現在は、サウジアラビア鉄道公社によって、リアド、ダンマーム間に旅客路線が運行されている。また、ハラマイン高速鉄道が建設されている。その他都市鉄道として、メッカにメッカメトロが運行され、リアドでもリアドメトロの建設が進められている。ガルフ鉄道構想もある。2015年の GDP は、約6320億ドルであり、 日本の近畿地方よりやや小さい経済規模である。同年の一人当たり GDP は2138ドルである。オペックの名手的存在であり、石油などの天然資源の採掘と輸出が主な外貨獲得源となっているほか、これらで獲得した外貨を世界各国で投資運用している。中央銀行は1952年に設立された通貨庁であり、 政府系投資ファンドとしても知られている。しかしながら製造業などは小規模なものしか存在せず、また巡礼者や業務渡航以外の一般観光客を受け入れていないことから観光業による外貨獲得も非常に低い。このため近年では政府主導で IT などを中心とした経済多角化を進めているが、依然として天然資源開発関連以外の分野においては、 外国資本導入が進んでいない。巡礼客のみで最低1000万人の観光客が来ていたが2019年末、観光ビザが解禁された。2010年9月、英国のシンクタンクの Z ・イエングループによると、リアドは世界第69位の金融センターと評価されており、中東ではドバイ、カタール、バーレーンと比較するとまだ出遅れている。 こうした状況を打開するために、ムハンマド・ビン・サルマーンが中心となり、ビジョン2030と題された経済大改革を打ち出すなどしている。金融が盛んで著名な投資家も多く、製造業においてもそれに劣らない発展をしつつある。特に半導体も近年作り始めている。大半は国内向けである。そして、世界最大の落農会社も存在する。 サウジアラビアの小麦自給率は100%である。G20 の一員となっている。サウジアラビアの水資源は、古くはオアシスなどの湧水と井戸からの取水に頼ってきた。聖地メッカではザムザムの泉と呼ばれる湧水を頼りに、低重生活が営まれてきた。1932年に300メートル以上の不快度の掘削に成功すると化石水の、 採取により水の供給量は大幅に増加し、農業生産を支えている。組み上げられる地下水はアラビア半島が出潤だった1万年以上前に、降った雨水が地下の耐水層に閉じ込められた化石水であり、今後補給されることはほぼない。このため各地の井戸では水位の低下が深刻化し、現在のペースで水を使い続ければ、 地下水資源は2040年までに枯渇すると予測されている。サウジアラビアは世界最大の海水淡水化プラント稼働国である。その多くは省エネの逆浸透法海水淡水化プラントであり、自力で建設し自国に逆浸透法膜工場を作るなど、特にサウジ政府は力を入れている。その88%は農業用水で残りは 工業用水と飲料水に使われている。20余りの主要都市に人口の80%が集中し、都市部ではオアシスや地下水の水源だけでは全く不足するため、海水淡水化プラントからの供給なしには生活できない。アシュベールにある世界最大のプラントは毎日100万トンを生産しており、国全体では年間で12億2000万。 立方メートルの水を海水淡水化によって得ている。プラントの多くは1970から1980年代に建設されており、2000年頃から多くのプラントが老朽化を迎え始め、メンテナンスと建て替えのために多くの事業が日本をはじめとする海外へ発注されている。主要都市では下水を再処理して、都市周辺の農業用水に回すための浄化施設がある。 海水淡水化プラントから供給される水は1リットルあたり2リアルのコストがかかり、さらに内陸部へ送水するのに力2リアルのコストがかかるため大変に高価な水である。しかし、水道代は10トン1リアルほどで一般家庭の水道代が1ヶ月4リアルを超えることはあまりない。送水設備とコストの関係から使用都市部以外への送水はあまり活発ではなく、 地方では古来からの井戸とオアシスの水源に頼っている。地方の内陸都市などではダムを作り雨水を貯めて、それを使っておりリアドの真ん中を通るワディハニーファもダムなどによって川と化している。海水淡水化プラント自体はサウジ国内で15個から20個ほどあるとされる。リアドなど内陸部でも毎年冬場になると数日は雨が降る。ただ砂漠気候であるため、 降雨は、わずかな期間に、集中、数日経てば、再び乾燥するため水資源としての価値はない。近年になってからは、降雨量は増加傾向にあり、雨が降ると、都市の低地が水没するようになっている。もともと砂漠であるため都市部には排水路などの水害対策の設備が全くなく、毎年水害によって数十人の死者が出ている。 膨大な地下水の汲み上げと炭水化プラントによって総雨量を超えるほどの水が使用されていることが原因ではないかと言われており実際にここ20年余りでサウジアラビアの気候が穏やかになってきているサウジアラビアの人口密度分布図広大なアラビア半島には古来から続く無数の部族勢力が暴っこしておりサウド家による長年の中央集権化政策 部族解体政策にもかかわらず、サウジアラビア人という民族意識の形成には至っていない。部族社会が定住民だけでなく遊牧民から形成されていること、各地に点在する少数派宗教なども状況を難しくしている。サウード家自身、中央集権化政策が頓挫するたびに、部族間、宗教間のパワーバランスを権力保持に利用している。しかしながら、 アラビア半島諸国の統一とオスマゲの反逆を、ワフハーブ運動の名のもと成功させたという点では、サウジ人という意識もあり、国民国家とも呼べる。おおむねサウジの住人は、サウジ国民という意識の前に、どの部族の出身か、どの地方の出身か、どの宗派を信じるか、どの階級に属するかで、自らを認識しているという。 統計局が発表した2010年の人口統計は2713万6977人で、サウジアラビア国籍が1870万7576人と、全体の69%に過ぎず、外国人が842万9401人となっており、総人口の31%が外国人、労働者である。最も多い外国人は、 インド人とパキスタン人でそれぞれ130万から150万人に達する。ついで、エジプト人、イエメン人、バングラデシュ人、フィリピン人、ヨルダン人、インドネシア人、スリランカ人、スーダン人などが多くなっている。労働省によると、登録されている家庭内労働者120万人のうち、女性48万人がメイドとして登録されている。言語は、公用語が、 古典アラビア語で日常生活での共通口語はサウジアラビアの現代口語アラビア語編集である。外国人労働者の母語としていくつかの言語が話されている。メッカのカーバ神殿宗教はイスラム教はハーブ派が国教である。このため国民が他の宗教を信仰することは禁じられており、サウジアラビア国籍の取得の際にもイスラム教への改修が義務付けられている。 西部にイスラム教の聖地であるメッカがあるため世界各地から巡礼者が訪れることもあってイスラム世界においての影響力は最も大きいこのためサウジアラビア国民はイスラム教徒が100%であると公表されているがこれは他の宗派や宗教の存在を公式に認めていないという建前上の見解によるものである実際には国内に 多数のシーア派は住んでおり、財団法人中東経済研究所の調査によると、シーア派はイランと地理的に近い東部州に多く東部州の人口の42.5%を占めており、サウジ全土では6.4%になると推定されている。また、イエメンに近い南部のアブハーなどもシーア派が多いと見られる。アメリカ合衆国中央情報局による統計では、 すんな派が85から90%、シーア派が10から15%と推計されている。多数のシーア派の居住する東部地方はアハサーと呼ばれていた土地で、サウジアラビアに征服され併合された土地である。初代国王アブドルアジーズは東部州を併合するのに再始シーア派住民による一定の自治を認めたが、時代とともに、 自治権を奪われ名目上は存在しないことにされてしまったという経緯がある。このため長年にわたりシーア派の宗教機関は非合法な存在とされてきた。湾岸戦争以降は反体制運動を行っていたシーア派を容認、和解した。湾岸戦争以降は他の宗派を容認する方向へ方針転換を行い、 法律上もシーア以外にも多宗教の存在を公式に認めている。近年では多宗教の信仰も限定的ながら解禁されてきている。しかし、これは建前上のものとされ、地方では多宗派への差別的政策が未だ取られている。また、多宗教の容認は国政の一層のイスラーム化を求めるイスラム原理主義への改革運動の激化を引き起こし、 サウジアラビア人によるイスラーム主義武装闘争派のテロを引き起こした。このため、各個人や集団による私的なジファードを禁止するために、国王の直令がなければ禁止とする法令が出された。国民の4%はキリスト教徒だとも言われているが、内務省の統計では外国人居住者もキリスト教徒に含まれている。近年では宗教指導者たちが示す、 宗教的見解と民衆の生活の乖離が進み、国民が宗教的な指導に従わなくなってきており、宗教指導者がハラームであるとファトアを出したものの、多くの民衆が近畿に従わず利用を継続することが珍しくなくなった。代表的なものとして、ポケモン、バレンタインデー、クリスマスなどがある。民衆が宗教指導者の言うことを聞かなくなった結果、宗教指導者が 今まで以上に原理主義的で過激な発言を繰り返したり、宗教警察である完全懲悪委員会による取り締まりを過激化させる傾向にある。このような過激な発言がニュースで配信されたりしてネット上で話題になることがあるが、発言と実情がかけ離れていることが多い。 2008年には過激派宗教指導者2人が国王によって解任されるなど、過激派宗教指導者はサウジアラビアでも排除され、始めている。サウジアラビア最高の宗教権威であった、最高グラマー会議は長年にわたりワッハーブ派が独占してきたが、近年になって近い宗派である、シャーフィー学派がわずかに参加するようになり、2009年2月14日に21名に、 増員されると、ハナフィー学派とマーリク学派の裏側も入った。これによって、サウジアラビア最高の宗教権威であった、最高ウラマー会議がワッハーブ派の独占ではなくなり、スンナ派の四大法学派がすべて揃ったことになる。公民時に改正することはなく、夫婦別姓である。イスラム教を国教とする、再生一致国家のため宗教教育が重視されるが、 自然科学や実技については不十分とされる。初等教育の段階でクルアーンの朗少、講義を受ける。高等教育ではコンピューターや金融など第三次産業に関わるカリキュラムが組まれる。一方、初の高科系大学であり、男女共学生のサウジアラビア、王立科学技術大学が2009年9月に100億ドルの基金で設立された。また、 シーア派を邪教とする教育が、シーア派を含むすべての国民に対して、長らく行われてきたとされる。2008年10月29日、これまで女性が学ぶことが困難であった、医学、経営学、外国語などを教えるサウジアラビア発の女性専用の総合大学を創設することが、国王アブドゥルラービンアブドゥルアジーズ・アルサウドによって決定され、リアド郊外で非公式が行われた。 女子がスポーツを行う機会は限られており、ヒューマンライツウォッチは公教育で女子の体育を禁じている唯一の国として批判している。サウジアラビア教育省は2013年5月一部私立校で女子の体育の授業を認めると発表した。2012年のロンドンオリンピックに初めて女性選手を送るなど近年わずかながらではあるが女子のスポーツへの文戸が 徐々に開かれている。キングファハド国際スタジアム近隣の中東諸国同様サッカーが盛んであり、実際に中東、アジアうちの競合の一国として知られている。アジアカップの上位争いの常連であるだけでなく、FIFA ワールドカップの常連としても知られている。クリケットも盛んで、サッカーに次いで2番人気のスポーツである。一方で、 厳しい気象条件から屋外スポーツは元より外で運動する習慣に乏しいという実態がある。このため成人の肥満率は30から35%近くに達すると推計されている。政府はこの状況を問題視しており、スポーツの振興や健康増進に向けて様々な取り組みが行われている。宗教活動家の指導で女性の露出は避けられていたが、近年は 肥満対策に向けて女子体育の授業も解禁された。2021年より第一世界選手権、サウジアラビア GP が開催。1965年からテレビ放送が始まったが、宗教指導者がテレビに対して否定的見解を示しているため、現在でもアパートなどでテレビ不可を入居条件に明記しているところがある。娯楽番組の視聴には、 衛星放送が広く利用されており、同じアラビア語圏の番組が衛星放送を利用して視聴されている。近年では国営放送でも日本のアニメを放送するなど非常に難化した態度を示すようになったが、これに反発した宗教指導者が2001年にポケモン禁止令を出した。しかし、数年後に事件が沈下すると、 再び放送されており、ポケモン禁止直後にデジモンアドベンチャーが放送されるなど放送業界は柔軟な態度を示している。近年ではインターネットによる視聴も多いが、違法にアップロードされた海賊版も多い。派手なライフスタイルで知られる、米国人のパリスヒルトンがサウジアラビアなどの中東でのみ、ファッションブランドを展開し、その店舗は、 イスラム教の聖地メッカにも進出しているという事実があり、一般の欧米人よりも派手で体の露出の大きい衣服を売り物にしたファッションブランドが女性に人気という側面がある。創作においてもイスラム教の戒律に配慮した表現が求められるが、美少女フィギュアについては水着の着せ替えパーツは不可だが、膝上スカートは可など独特の基準が存在する。近年では、 ムハンマド・ビン・ナーイフが推進する経済政策の一環として娯楽への制限が緩和されつつある。またムハンマド・ビン・サルマーンは石油に代わる産業としてエンターテインメント産業を育成するため自身の財団参加のアニメ制作会社と日本の共同制作の劇場作品を手掛けるなどしている。インターネットの規制が厳しく国内から 海外のサイトへの接続は厳しく制限されている。国内ではアラビア語の出会い系サイトや SNS などが運営されている。家族以外の男女は会話をすることすら禁止されているが、親族男性の代理人がメールや書き込みを行っているという設定で女性が直接書き込んでいたりして、脱法行為的にネット上での男女交際が行われることも多い。 厳重な報道管制と言論統制が敷かれており、当局が許可した書籍でなければ販売することができない。特に王族に関する批判的な書籍は検閲で発売を禁じられ、世界の長者番付が掲載され、アブドゥッター原告王の資産が公開されたビジネス誌、フォーブスは国内発禁となるなど不景規定がある。 内政に関する外国マスメディアの取材も大幅に制限され、日本では NHK クローズアップ現代が2006年12月にようやく許された程度である。しかし、2007年にはサウジアラビアの女性を主人公にした小説、リアドの女たちの発禁処分が解かれ、ベストセラーになるなど少しずつ自由化してきている。厳しい検閲が実施されているが、 出版の抜け道としてメールマガジンがある。メールの送信は出版とは見なされていないため、紙に印刷されないメールマガジンによる発行は合法とされている。リアドの女たちも元はメールマガジンで発行されていた小説だった。出版物に関する著作権は著作権審議委員会によって管理されており、カーディ裁判は著作権問題による訴えを扱わないため、 著作権侵害があった場合は民事訴訟などではなく委員会に申し立てることになっている。ただし申し立てができるのは検閲による許可を受けている出版物のみで日本や欧米のように無条件に著作物に著作権があるわけではない。2018年4月20日約35年ぶりに映画が一般向けに上映された。1980年代 映画館を低俗で罪深いものと非難する宗教界の保守強行派の働きかけを受け国内の映画館を閉鎖していた。ありがとうございます。